どうも皆さん。お久しぶりでございます。で、本日はここから始めたいと思います。今日から新企画をさせていただきたいと思います。もうスタジアムを見に行く場所がなくなったので、もうスタジアムスタート。試合後に食事ができるところを探したいなと思い、こんな感じになってんだ。スタジアムを回ってその後スタジアム周辺で試合後とか試合前にご飯を食べれるところを行って、見ようかなと。本日はそういった感じでちょっと新しい形でやっていきたいと思います。まあこれやる要因はこの前のレッズ戦の後にどこでご飯食ったりか自分が分かんなくなったんで、もうそうだ、もう先にどっかで飯食っときゃいいんだこの辺でと思って、なんでもうこの辺りの飲食店を全部制覇しようということをやろうと思って、はい。なので今日からはちょっとそれをやりたいと思います。事故かな、今の感じは事故でしょうね。もうなんかあそこに元町小学校っていうあんな看板なかったよね。これ看板が新しくできたんかな。1972年、すごいな。北村の方が若いわ。図書室、すごい。保育園の子と小学生の子がネット越しにやり取りするんだよいしょ。あ、まあ広場の方は上の方から撮った方がいいと思うんで、ここから上上がるんで
そこで撮りましょう。うん、そうそう、なんで今日はスタジアムをちょっと回って、今日はね牛タンを食べに行きたいと思います。ランチ、なんか昨日オープンしたらしくて、そごうの10階に。なんでそれを今から、この辺はまだなんだね、やっぱね。この辺はだから最後にあんのかな、広場ができてから。じゃないと不都合があんのかね。いやー、この前の開幕戦は最高の勝利でしたね。ね、気持ちよかった。昨日もまた見返してましたわ、試合を。入れるのはいいね。託児所と授乳室も、これ試合ない日でも使えるわね。これは何だ、このコーンはペンキ、ペンキを塗るのかな。よいしょ、上から見るとね、この広場の よいしょ、こんな感じですよと。今あれが A 棟で、その横に今ちっちゃいのがあるのがあれが B 棟で、あっちになんか CD、E、F はあったかな。で、あっち側が G と川沿いがね。広場が完成したらもう最高だろうね。ここは入れないようになってんだね。2時間目と3時間目の間の中休憩みたいなやつか、小学生は。よし、じゃあ広場映したんで行きましょうかと思うけど、一応回ろうか。そうそうそう、一個昨日ホームテレビの YouTube 見てて紹介したいやつがあるんですよ。そこ行こう。やっぱねすぐ汚れちゃうよね、あそことかもね。
お、巨大扇風機かな。サガン鳥栖線とガンバ線のチケットもうほぼ完売ですね。車椅子以外、これね、ベビーカーの友達が言ってたんですけどね、これの横にこれ置くとね、あのみんな帰るときにここの写真を撮る人がおるんでね、出しにくいっていうのを言ってましたね。あ、そう、これこれ、この椅子、はあ、疲れた。この木の椅子がここの公園で立ってた木を使って作ったらしいです。この椅子、あの椅子たち、それすごくないですか。だからスタジアム作るときにここの公園で切った木をそのまま再利用して、ほら、あ、書いてあった、このベンチは中央公園のスタジアム建設地に立っていた樹木から作りました。いいよね、すごいよね。よいしょ。よいしょ。それだけです。以上です。あ、次は3月9日サガン鳥栖、楽しみですね。本当にここに試合しに来るのが楽しみで楽しみでしょうがないですよ。あ、やべ、青になった。間に合うだろう、頑張れば。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。間に合った。よいしょ。OK。ここは駐輪場使っていいんだね。自転車、駐輪場は自転車のみ。
原付はどうなんだろうね。原付もあれ一応自転車じゃん。正式名称が原動機付き自転車じゃけ。でもあの感じは原付ダメそうな絵だったけど、どうなんだろう。はあ、よし、では今からご飯食べに行きます。まあ、もちろんお店の中は動画はね荒れそうなんで、写真をちょっと撮ってくっつけますんで、久々に編集しないと。もう最近一時編集してたんですけどね、なんか文字つけたりとか、もうめんどくさくなっちゃって、編集はもうただ撮ってあげるっていうやつに変えたんでね。はい、では行きましょう。なんでね、そう、皆さんにお願いが、この辺のいい飲食店があったらね教えてください、コメントとかで。ここ行ってみてくださいとか、ここどんな感じなんか知りたいんで行ってくださいみたいな、飲食店の名前書いてくれたら検索していくんで。まあ、ただなるべく近場で、横川からか新白島からか神谷町方面からか、あっちの土橋とか東海地あたり、寺町とかね、この辺り周辺でお願いいたします。そこは、よし。そうだから今日はね、昨日オープンのお店なんで、もしかしたら並ぶかもなと思って、もう今日は朝一の仕事を終えてもうそっすぐ来ました。だからね、朝ごはん食べてないのよ。そう、ここはバイクは通っていいのかな、知らんけども、車はダメそうだけどね。そうだからお腹空きまくりなので、もう早く牛タンを。うわー、すごい。いやー、もうあの中でに2試合もしたんだよね。早いね。次のサガン鳥栖戦も勝って、ガンバ戦も勝って、ホームでは強いっていうのをもう印象付けたいですよね。やっぱり。よし。本当は今日はね、サンモールの地下にね、中華屋さんがあるんですけど、そこ行こうと思ったんですけど、昨日インスタを見てたら、牛タン屋さんが出てきたんで、でしかも昨日オープンってことだったんで、まあ、だったらオープンしたばっかなら行こうか思うて、そっちに変更。サンモールの地下はまた今度にしますね。そう、この前何を食べようか悩みに悩んだ結果ね、中尾になるっていう、もう本当意味わからんルートを通ってしまったんで、それを今度から変えたいと思ってね。勝った後はいいご飯食べたいじゃないですか、やっぱお金使ってでも。なんでそのご飯屋さんをスタジアムと一緒に探そうっていうことで、どっちがいいかなって考えたんですよね。
先にスタジアムもあるのか、先にご飯屋さんもあるのか、どっちがいいんだろうって考えたんですけど、まあ、今日ちょっと試合後に行くならってことで先にスタジアム行きました。このゲートパークのお店も行かんとね。そうそう、このここすごいいつも並ぶから。エッグシングスだっけ。なんか夕方から生ビールのあれやってるみたいですよ。ビールが500円で飲めて、プラスなんかおつまみというかお通しがつくってさっき書いてあったかな。多分今まだ準備。よいしょ。では今からそごうに突入したいと思います。そごうの中は一回ちょっと動画切りますんでね。下向きにしとったらいいか、切らずにね。ティーベーカリーはいつもいい匂いがするわ。まあでもこの辺ほんと飲食店が多いからね。今何時？時計どっかないかな、時計。
接触事故につながる場合がございます。誠に恐れ入りますが、お客様の安全確保の面からご遠慮くださいますようご理解とご協力をよろしくお願いいたします。あるんだ、7階に。お、着いた。これこれ。夏にやるビアガーデンか。よし、では一旦ここで一旦切ります。美味しそう。いただきます。
はい、ということで本日はこれにて終わり。スタジアムからそごうに行って牛タンを食べてきました。とても美味しかったです。ではまた来週どっかご飯食べ行きます。さようなら。バイバーイ。